現地の方と、つないでみたいなと思います。マックスさん聞こえますか？聞こえます。マックスさん、私はマルマックスというものです。もう本当に阿蘇が大好きで、スウェーデンから2年半前ぐらいに移住してきました。で、隣にいるのは私の友達家入さん。4年前2016年 の、 熊本地震をきっかけに今阿蘇ジオガイドとして活躍しています。家入さん、ちょっと今の場所 ね、どこにいるかちょっと教えてもらっていいですか？はい、こちら今、阿蘇カルデラのよく見える大観望に今来ています。で、大観望標高だいたい936メートルの、高さの場所にあって、北外輪山の中で一番高いところです。もうここはもう本当に、うん、本当だったらここはもう素晴らしい風景が見えるはずってことですよね、はい、そうですね、素晴らしい風景です。いやー、いいですね、はい、もしかしてここ見えるかもしれないですけど、このちょっとこう でこぼこになってるこう土がほうほう固まってるようなのがもうずっと続いてるんですけど、うんうん、ここはちょっとクイズ。そうですね、はい、はい。阿蘇ではですね、このように土が、先ほど見ていただいたように、盛られていますと。こちら何のために、盛られている土でしょうか？1番、土地を分ける、印をつけるため。2番牛が落ちないようにするため。3番観光客が楽しめるアートにするため。はい、この3つの選択肢になります。正解はですね、土地を分けるためのものなんですね。人の手に作られまして、なんとですね、もう全ての長さ合わせるとですね、はい、あ、その500キロメートルにも及びまして。500キロ、はい、大体すごいす、ね、ここから岡山兵庫あたりまでの距離になりますね。この阿蘇カルデラの成り立ちをちょっと家入さんにいろいろ教えていただきたいです。ね、ここではですね、大きな4回のですね爆発的噴火が起きてるんですね。あ、4回も起きてる、はい、で、このカルデラが4回目のもう超破壊的爆発によってカルデラができたんですね。火災流がとんでもない、この中北部一帯をですね、ドワーッとこう駆け抜けていったみたいです。で、なんと遠く山口県まで、はい、山口県まで、はい、ね、海越えてますすごい、ね、え、で、火山灰というのはですね、風に乗ってですね、なんと北海道の網走あたりまでですね、北海道まで行ってるんです。で、15センチの地層がなんとそこに残ってるんですよ。いやー、ちょっと考えられないですね。大分の大野とかですね、それから、はい、高千穂とかですね、はい、それから小国の方に鍋ヶ滝とかありますけれども、あ、そうですね、大変美しい風景がね、それによって生まれて、今たくさんのね観光客の方訪れられていますね。あ、そっか、はい、有名な高千穂も、そうですね、その噴火によって作られてるってことですか？そうなんですね、はい、はい、今はまた移動してちょっと新しい真っ白、景色に到着しました。正直移動したことがあんまりわからないですね。あ、一応私たちの後ろに草原が広がっております。もともとはここはですね、森林だったというふうに言われています。もともとは森林だった、ね、はい、それをですね、結局こういうふうに野焼きをして、はい、そして草を育てて、これをね、焼くんですよね。焼く？火をつけて。え、危なくないですかそれ？危ないですよね、はい、本当にその本当命がけのお仕事だと思うんですけど、それを1000年前からやっているということがもう分かっています。それはじゃあ、うん、ちなみに阿蘇の草原はどれぐらい広いんですか？2万2000ヘクタールというふうに言われていて、日本一の広さです。それでボランティアの方ですね、はい、年間2500人のお力を借りてこの野焼きをしています。それはですね、9月から始まるですね、わち切りというもので、はい、はい、だいたい防火帯をですね、10メートル幅ぐらいに作っていくんですよ。大変ですね、すごい大変な仕事です。はい、でも、もう本当にたくさんたくさんたくさんの人がこう力を合わせてやっていかないと、この阿蘇の草原を守って、守れない、はい。今は大観望のお土産屋さんの中にあるんですけども、本当に阿蘇のお土産がいっぱいいっぱい揃っているんですけど、僕がちょっと紹介したいのはこれです。阿蘇大観望ショコラタルトクッキー、もう本当にここでしか買えないんですよ。しかもすごい濃厚なチョコレートで、
チョコで、うんうん、もうとにかくめちゃめちゃ美味しくて、あの僕大体ここに来るときは一パックをもう、うん、あの買って、うんうん、そしてもう家に向かってる間に車の中でもう全部食っちゃいます。あ、そうなんですね。僕今いただきました。あららららら、大丈夫ですか、手が震えてるように見えますけれども。寒い酪農家がとても多くて、すごい濃厚なジャージ牛乳が、はい、あの作られてます。いただきます。さすがです。あー、寒いけどめちゃめちゃ美味しい。いや、僕も本当に2年半ぐらいにあの、はい、阿蘇に移住してきて、うんうん、でももう住めば住むほどこう新しい魅力にこうきついていって、うん、もう他の場所にもう住めないんじゃないかなと思うぐらいので、うん、あのぜひあの今日見てくださった皆様にもあの来てもらって、うん、あの阿蘇と熊本のいろんな魅力に気づいてほしいなと思います。